はい、皆さんこんにちは、三宅智子です。今回はですね、フラシティこと福島県いわき市でやっているハワイ丸かじりフェスとコラボということで、小名浜にあるララミューさんより美味しい海の幸を大量に送ってもらいました。千代市商店さんからは本マグロ、本マグロカマ、ヒラメ、ホウボウ、ヤリイカ、生タコを送ってくださいました。そして丸ふと直売店さんからはスズキ、タイ、タコ、そしてこちらのカニ、はい、こちらをね送ってくださいました。そしてですね、福助水産さんからは地元産の干物とメヒカリ唐揚げ、はい、こちらですね、こちらと貝類などなど送ってもらいました。はい、もうこんなにあるのでね、今回はフルコースでいただきたいと思います。はい、ということでお料理出来上がりました。今回はですね、福島県いわき市はフラシティということで、ハワイにちなんでポキ丼をね作っていただきました。カニとかね、いろいろ食べていきたいと思います。はい、というわけでですね、まずはこちらですね、アクアパッツァ、こちらね、ホウボウのアクアパッツァです。で、牡蠣とかホッキ貝とかいろいろ入っても超贅沢な感じになってます。牡蠣も貝もホウボウも大好きなんで楽しみです。すごい、でかい、うわー、身がたっぷり、キノコとトマトも入ってます。はい、赤パッツァいただきます。うわ、すごい、もう身がしっかり、うん、おいしい、魚の味もね、しっかり、これはね、贅沢ですね。まるまる食べることなかなかないんで、牡蠣もね、めちゃくちゃ大きいです。もう身が、いただきます。うん、うん、プルプル、うん、おいしい、ほうぼうも丸々いっちゃおう。もうなんか身がシュッと締まってる感じですね。うん、うん、ホッキ貝、お、終えた、ホッキ貝です。めっちゃでかい、このホッキ貝丸々食べるの初めてかも、贅沢に。いただきます。歯ごたえすごい、うん、コリコリして、噛めば噛むほどね、なんかもう旨味が出てきますね。おいしい、ホッキ貝って歯ごたえあるから、そういっぺんに入れたら大変でした。ちょっと半分に切ってもらいます。半分に切ってもらいました。ちょうどいい、うん、おいしい。はい、ということで、ね、アクアパッツァ完食しました。いや、もうね、ホウボウがもう丸々、もう身がしっかり入ってて、魚介のお出汁がね、もうスープもしっかり出てて、めちゃくちゃ美味しかったです。まあ、トマトが入ってるんで、結構ね、さっぱりめに食べられました。
味付けがシンプルなんでね、もう魚の美味しさとか牡蠣の美味しさがねしっかり分かりました。もうホッキ貝もね、もう本当に丸々食べたの初めてだったんですけど、コリコリして美味しかったです。はい、続いてはですね、今揚げてもらったばっかりなんですけど、ミヒカリの唐揚げ、福島の名産だそうです。揚げたてのうちに、いただきます。うん、おいしい、濃厚。うん、これすごいパクパクいけるやつですね。うん、香ばしい。ミヒカリ深海魚です。深海魚初めて食べました。うん、うお、身がめちゃくちゃ柔らかい。あ、これほんとご飯のおかずにも、お酒のつまみにも、おやつにも、何でも食べれそう。これもう食べ出したら止まらないやつですね。超やみつき。止まらなくて一瞬で終わりました。これはね、絶対福島行ったら買いたい。ミヤラミューさんで買えるそうなので、皆さんぜひ買って食べてみてください。はい、続いてはですね、ウニの貝焼きです。これもあの福島いわきの名産ということで、初めて食べるんですけど、貝の中にウニが詰まってるって感じですね。すごい、こんなにたっぷり、贅沢ですね。これはすごい、下までしっかり、下に何も入ってない、もう本当にウニだけです。いただきます。うん、甘い。え、え、おいしい。あのウニ正直甘いって言わないですけど、え、これ全然おいしい、いけますね。うん、多分焼いてあるから甘みがすごい出てて、おいしい。もう全然食べれます、これなら。甘みがすごいです。ほんとスイーツみたい。ご飯の上に乗せても美味しそう。生のウニは当たり外れあるんで、あんまり食べないんですけど、めちゃくちゃ美味しい。うん、甘くてほんのり周りが香ばしい感じで、ウニ風味のスイーツ。というわけで、ウニの貝焼き完食しました。じゃあね、あのララミューさんで食べれるんですけど、1個600円ぐらいだそうです。いや、もうこれだけたっぷり入ってるの600円めちゃくちゃ安いです。ララミューさんに行くと、その場でね焼いてくれるそうなので、多分ね、焼きたてもっと美味しいと思います。はい、続いてはですね、タコとアワビのガーリック炒めです。はい、もうハワイだとね、ガーリックシュリンプとかあると思うんですけど、今回ね、タコとアワビで贅沢に作ってもらいました。アワビもタコも大好きなんで嬉しい。いただきます。うん、うん、歯応えあって美味しい。アワビ、うん、アワビもね、コリコリしてて美味しい。最高。このスープもタコとアワビの出汁がめっちゃ出てて美味しい。タコとアワビのガーリック炒め完食しました、ね、メインディッシュの爆盛りポキ丼です。はい、盛り盛りです。うん、アボカドとマグロが一緒に溶けました。ない。うん、おいしい。こんなに分厚いのにとろける。大トロと中トロと赤身と頬肉と、もう贅沢にね4箇所入ってます。え、今大トロだったのかな、とろけましたね。うん、わさびが入ってるね、ピリッと辛くて
これは大トロじゃないですか。贅沢。はい、ということで、ね、ちょっとカニ時間かかるのでちょっと剥いてもらいたいと思います。はい、というわけでね、カニを剥いてもらいました。もう食べやすい。ありがとうございます。いただきます。ちょ、身が新鮮、おいしい。超贅沢。うまい。はい、というわけでズワイガニ完食しました。ボイルで送っていただいたのでもうすぐ食べれて、もう甘みがあって美味しかったです。今回あのレンタルスタジオを借りて撮影してたんですけど、作るのに時間がかかってしまって、食べる時間がねあんまりなくなってしまって、もうね退出時間になってしまったので、一旦こちらは持って帰りたいと思います。はい、あのラナミューさんからたくさんお魚とかいただいたので、いろいろ料理して食べたいと思います。本当に美味しい魚をねたくさん送っていただいて、全部美味しかったです。ラナミューさんありがとうございました。はい、皆さんもぜひね、いわきに行く機会があったらラナミューさんぜひ行ってみてください。私もね、あのコロナが落ち着いたらエスパリゾートハワイアンも行きたいので、ぜひ、ね、遊びに行ってラナミューさんにもお邪魔したいと思います。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。はい、ということでね、移動してきました。残りを食べたいと思います。温玉です。はい、温玉です。いきます。醤油系のタレだから合いますね。おいしい。つぶ貝です。さっきね、ちょっとこれも食べきれなかったんですけど、生きてたつぶ貝を切ってもらいました。いきます。うん、コリコリ。うん、おいしい。あ、めっちゃ新鮮。めちゃくちゃおいしい。はい、最後です。